はい、ヤグタンです。さあ、今日作ったのはアックス類だ。そろそろね、日の目を見てもいいんじゃないかと。最初はな、もう猛威を振るったあのアックスレイダーさんが、ついにね、また再び強さという、盾を背負ってね、このデュエルリンクス界に現れましたよっていう動画を撮ってみました。うん。で、これダイスでレベリングにしてるんですけど、なぜダイスでレベリングかというと、星6が一つしかいないのにね。なぜダイスでレベリングかというと、ちょっとね、いろいろデッキを試行錯誤しているうちに、どんどん上級モンスターが、減っていって、そのままダイスでレベリングになってしまったといった惨状で、ございます。で、見てください。フィールドに、アックスレイダーが2枚並んでると。いや、2枚並ぶ。すごいよ。倒されてないもん。アックスレイダー2枚。ってことは、次のドローは何やと思う？ここは、いや、壊させん、壊させん。壊させんよ。オッケーオッケーオッケー。これで、じゃあ、もう一回ドローができますと。じゃあ、ドローしていこうぜ。行くぜ！運命のドロー！聞いたー！よっしゃ！おい、これ見てよ！アックスレイダーが3枚フィールドに並んどるぞ、おい。いや、ちょっとこれ、えげつなくないっすか。よっしゃ、アックスレイダー。こっからな、アックスレイダー無双が始まるよ。なんて言ったって、あ、エネコンね。はいはいはい。なんて言ったって、こっちは連合軍っていうな、永続魔法カードが入っとるからな。自分フィールドの戦士族モンスターの攻撃力は、自分フィールドの戦士、魔法使い族モンスターの数かける200アップ。ってことは、このカードが出せたら、それぞれアックスレイダーが、21が22が4、23が6、600ポイントの、攻撃力をアップすると。さらに煉獄が2枚出したら1200ポイントずつアップすると。え？ってことは最大2900のアックスレイダーが3枚ねフィールドに並ぶという夢の展開が夢の、あー、はいはいはい、やられますと。おーおー、はい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 、アックスレイダーさんやられますと。うん、なるほど。じゃあアックスレイダーの後釜とも言わずもがなの大グレファーですね。大グレファー、完全な上位互換と言われている大グレファーね。一応ね、こいつもね3枚入れております。いやー、このデッキ、なぜねこれを動画にしたかというと、いや本当にね、アックスレイダーを生かしたデッキ作りたかったんですよ。作りたかった。ただまあ、その特に新カードで、戦士族強化するものであったりだとかがちょっとねなくて、相性がいいカードもねちょっと僕では見つけることができなくて、まあ試行錯誤した結果、こういったデッキになってしまったんですけどね。まあまあ、いやいや、グレンマ投資ね、これはね、ほら、アックスレイダー、墓地のアックスレイダーもね、なんと活躍させていくっていう。アックスレイダー復活したよ、おい。しかもな、攻撃表示で出すっていう、この愚策な。これな、完全に愚策やから、攻撃表示で出すことに何も意味がないから、これな、完全にミスったよ。ただね、ここからですよ、このデッキの、本当に、強いところというのは。ただ、まあ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 、デッキをね、僕の右手側に乗ってるデッキを見てもらえばわかるように、ここからね、逆転するカード、あれを引けば逆転できるよというカード、実は、唯一可能性を秘めていたのが、今引いた銀幕のミラーウォールですね。こいつでなんとか立ち回っていく。銀幕のミラーウォールと、あと氷結界のモノノフ、攻撃力は1800と、守備表示になったらただ破壊されてしまいますと。こいつでもあとは乗り切っていくしかない。なんでかって、それな、アックスレイダーがよ、いや、アックスレイダーがちょっとね倒されてしまったから、アックスレイダーが決してよ、いやいやいや、よ Y とかじゃなくてよ、Y とかじゃなくて、
ただが倒されてしまった。なんで倒されてしまったかって言ったら、俺のデッキ構築力がなかったから、俺がアクセレラーを生かすことができなかったから、だからこれは負けてしまったと。まあ要するにね、デッキ運がなかった、引き運がなかったと、そういう話ですよ。アクセリーダー3枚最初に引いてしまうっていう、まあまあしょうがない、しょうがない展開ですね。じゃあ今度はアクスレイダーじゃない戦士族、やっぱりね普通に強いビッグシールドガードナーでしょうと。でビッグシールドガードナーを生かすために入れた、こいつを生かすためだけに入れたカード、ウェポンチェンジ。ウェポンチェンジね、700ライフポイントをスタンバイフェーズ時に払って、攻撃力と守備力を相手のターン終了時まで入れ替えることができる。要するに星音で攻撃力2600の超強モンスターができてしまうというわけですよ。ただしこれは速攻魔法カードではありません。まあ永続魔法なんでね、今ね使っておくべきでした。これはねごめんなさい、完全に、ね、僕のプレイミスですね。スタンバイフェーズっていうのがね、実際このデュエルの時は気づいてなかった、そこの効果のところ、出したら即使えるもんやと思ってました。これはね完全に愚策、うん、ミスったね。で、ビッグシールドガードナー、こいつは守備表示と。で、ウェポンチェンジ使います。で、700ライフポイント払えないので、スタンバイフェーズじゃないんでね。わっ、あれって今見てます。あれ、あー、スタンバイフェーズか。よし、じゃあ守備表示だと。次のターンはじゃあ使えるだろうと、そういった考えでね、僕は動いております。ただし、相手、闇マリク、フィールドに出ているカード、役者、まあ単純にね攻撃力が強いから入れているだけでしょうと、そういったところであったんですけど、もうねこれ完全にね、確信に変わりましたね。ネフティステッキですね。おっと、これは非常にまずいぞ、非常にまずい。これで、ウェポンチェンジせっかくね引いていたんですが、一回もね使うことなく、墓地へ行ってしまう。さらにビッグシールドガードナーがね、墓地に送られてしまうと、そういったことですね。でビッグシールドガードナーが、墓地に送られたことによって裏守備表示のモンスターしかいないと。だから、ウェポンチェンジも、発動することができない、なんてこった。いやー、アックスレイダーをね活躍するには一体どういったデッキがいいのかと。やっぱりね通常モンスターというところを生かしていって、本当突撃指令バニラデッキとかが良かったのかなと今になってね、思うんですよね。今になって思う、こういうな後語りをしとるってことは、まあ、要するに最後までお楽しみってことですよ。このデュエル一体何が起きるかわからないと、そういうことですよね。うん、そういうこと、そういうこと。よっしゃ、じゃあ銀幕のミラーボール引けたから、これはな、まあ、とりあえずビッグシールドガードナーは絶対守備表示確定やろ。で、アクセレーダーも守備表示確定やろ。で、本当にね、このデッキで唯一、逆転の余地が残されている銀幕のミラーボール、こいつをどう立ち回っていくかというところですね。リバースペインも使ってくるとなかなか厄介だ。じゃあここはね、もうアックスレイダーさんに次ね思う存分暴れてもらおうと。ということでミラーボール使っていく、で相手のライフも削っていく、でもちろんネフティスでビッグシールドガンナー潰してくるだろうが、こっちのライフは2000以上残ると。じゃあその2000ライフポイント払おうじゃあるまいか。いくぜ、2000ライフポイント払って継続させる。でそうすることによって、なんとね、あっとダイスデレベリング、無駄なダイスデレベリングがいつでも発動できるようになったが、これでアックスレイダーを2体展開することができる。じゃあこれで攻撃していこうじゃないか。行くぜアックスレイダー、その斧で相手のね頭からケツまで一刀両断。はい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 、そういうことね。はい、ちょっとつもうしんときたか。まあまあそれはね、アックスレイダーじゃあちょっと対応できませんよ。なるほどな、アックスレイダーのね、ちなみにね裏効果知ってますか。裏効果、こいつねバニラモンスターのくせに効果持ってるんですよ。それが一体何かというと、相手が油断するといった効果をね持っているので、一概にもね、
雑魚だとは言えないと思います。弱いとは言えないと思います。全然ね使い道あると思います。そういったね心理的に相手を揺さぶる、そっちでね攻めていこうと。ただ負けました、すいません。ということでこの動画ちょっとでもいいと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタン、コメント、ツイッターどうぞよろしくお願いします。ということでヤグタウンでした。また、ね。